市街地付近の様子村上市は、新潟県の北部、日本海に面した市である。村上市を含む新潟県岩船地域における、平成の大合併の地図。当市は、旧、村上市を含むご市町村の新設合併により、発足した。新潟県最北、最東の市、面積は1174.24、警平方メートルで、県内最大。人口は、 約6万人で、園市に次いで8位。かつては、村上藩の城下町として栄え、現在でも、市中に武家町、商人町の面影が残る。中心街では、町屋再生などの各種プロジェクトが進んでおり、2008年度には、都市景観大賞、美しい町並み大賞を受賞。2016年には、プロジェクト未来遺産2016に選定されている。 村上市の特産品酒北原の茶所として有名。三面川の酒のほか、牛肉が名物。瀬波温泉や淡島航路など、観光都市としての側面が強い。皇后、政子の先祖、お和田やゆかりの地でもある。1975年撮影の村上市、中心部周辺の空中写真。市街地の北側に三面川が流れる。市街地中心部は、武家町。 小人町の街路形状の面影が残る。1975年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。支書、編集公共施設、編集国内村上市内のバス路線図。時刻表は、新潟交通観光バス HP 村上エリア、勝つきエリアを参照。村上駅前のバス停群と、街中循環バス車両以下の2路線が通っている。 東日本旅客鉄道市内の路線バスは、新潟交通観光バスが運営する路線のほか、街中巡回バス及び、瀬波巡回バスがある。このほか、乗り合いタクシーが広い範囲に設定されている。隣接する山形県鶴岡市と合わせて、日本風景街道の日本海パークラインに設定されているほか、中部北陸自然歩道が2ルート設定されている。また、 海沿いの道路は、日本海夕日ラインの愛称を持つ、2011年3月27日、日本海東北自動車道が、朝日まほろば IC まで開通した、高速道路、編集一般国道、編集県道、編集主要地方道一般県道道の駅、編集ア島シマ汽船、フェリーア島と高速総道線、アワリーンキララの2席となっている、村上駅にて、 駅からレンタサイクルが行われているほか、市内数箇所で貸し出しが行われている。歴史、街並みや自然、温泉など様々な観光要素があり、また、日本風景街道、日本海、パークラインや観光列車、帰りを通して、山形県、秋田県の沿岸部や新潟県関川村とのつながりも強いことから、これらが一体の観光圏。 日本海キラキラ上越観光圏を形成している。村上城天守跡から見た、村上市中心部舞鶴、公園内に移築された藤井邸メディアを再生する、五一市海岸と、根谷漁港の空撮映像級村上城下、瀬波岩泉周辺その他祭り、イベント特産人格形成期のすべてを過ごした、生まれただけ、物心がつく前に転居して覚えてもいない、人格形成期の、 決して短くない一時期を過ごした地域の一つであるなど、どれもこれも、その人にとって出身地ではある。本説では、すべての出身者を区別せず一括掲載した上で、人格形成期中に当地域から転出したものに、転出、当地域へ転入してきたものに、転入の印をつけることで、容易に判別できるようにした。なお、印のない人には、間違いなく、 転居歴のない人のほか、正確に把握できない人も含まれる。江戸時代以前の生まれ、編集明治生まれ、編集大正生まれ、編集昭和生まれ、編集平成生まれ、編集青年不詳、編集、ありがとうございます。